赤道ギニアの文化は他の多くのアフリカ諸国のそれよりも記録されており、商業録音は不足している。これはこの国のサイズの小ささと人口が約67万人しかいないことに部分的に基づいている。赤道ギニアはカメルーンとガボンの間の一辺リオムに、カメルーン付近の島ビオコ島、本土からはるかに離れた大西洋上のアンノボン島と三つの旧スペイン。 植民地からなる。赤道ギニアの国家は、アタシオンドンゴミヨネによって書かれ、国家がスペインから独立した1968年に採用された。最大の民族はファン人であるが、多数のブビ人と少数のビシオヒと、ブイエバ人、ウドウ人、コンベ人、そしてアンノボン島民が存在する。ファン人は、チターとハープをクロスしたムベトで知られる。 ムベトは15のコードにまで及んでいる。この楽器の準9条の部分は、竹から作られ、弦は繊維によって結びつけられている。ムベトによる音楽は、ベボムムベト社会に手ほどきを受けた寄付法によってのみ、書かれる。音楽は、典型的なリフレイン形式を伴った、コールレスポンスと太鼓の交流による。エイモアン・ドングやオバマは、民族様式を一般化させようとしている。 バレーレートキワドイイバンガは赤道ギニアの舞踊の中で特筆されるべき二つであり、これらの多くはサンサ、シロフォン、太鼓、チター、バウハープなどの楽器からなる三人か四人の楽団を伴う。もう一つのポピュラーな楽器は重皮で覆われた木の箱、タムタムである。この中央では竹のキーが音楽のスケールを完全にするためにインストールされている。 第2の様式のタムタムは音楽キーのレベルが2つ違い。一般的に木製楽器は動物の画像と幾何学的な絵で装飾される。太鼓は重皮で覆われ動物の絵が描かれる。赤道ギニアから出てくるポピュラー音楽は少ない。反アフリカ的な様式であるスークースとマコッサなどがポピュラーであり、レゲエ、ロックンロールも同様である。スペインのモデルに基づいた アコースティックギターバンドは国で最もよく知られたポピュラーな伝統であり、特にテスマリースフルポ・ダンボデラ・コスタは国民的スターである。赤道ギニアの他のミュージシャンには、マラボ・ストリートバンド、ルナロカ、チキティン、ダンボデラ、コスタ、ンガルマ・ドゥンガ、リリー・アフロ、そしてスペインを拠点にしたスペールムもイハス・デル・ソル・バロンやブクイ・コールルなどが挙げられる。ありがとうございます。